はい、みなさんこんにちは、レナです。こんにちは、マリアです。今日はコラボです。はい、マリアランドのマリアさんがコラボをしてくださいました。私たちは代々木公園にいます。東京のど真ん中です。で、今日は合計4つの動画を撮りました。2つはマリアランドのチャンネルで確認してください。で、もう2つはこの AT ブログのチャンネルで見てみてください。お願いします。今日のテーマは母国に帰れない理由、日本から離れられない理由についてちょっとマリアさんと話したいと思います。はい、いろいろありますか？いろいろありますね。なんか大きな、もう日本から離れたいなということが出てこなければ永遠にここにいるって感じですか？そうですね、できたら帰れる時には帰りたいんですけど、なんかもうマイホームはここにしたいですね。日本に。母国に帰りたくない理由としては何ですか？治安の、はい、話になるんですけれども、まあ、ここは、まあ、皆さん私の母国ロシアだと分かって、今、ね、現状いろいろ起こってるっていうのも分かるんかと思うんですけど、そうですね、一番大きな理由は、日本はなんか人によって違うかもしれないけど、その安全ってすごく大きいんじゃないですか。はい、で、日本人の優しさと連携してる安全、うん、例えばなんかスリがあんまりない、あとはカバンが開いても気にしなくていい、物が取られないとか物がどっか忘れても戻ってくるし、カフェかどっかで机に置いたら必ずその置いた場所にあるし、それが私にとってとっても大事ですね。え、本当にその日本の生活として忘れてしまいますけど、うん、それがなければすごくストレスが溜まりますよね。そうですね、本当にもう日本はそこは幸せでめちゃめちゃいいんですよね。うん、そうですね。で、まあ個人的な理由って言ったのは、私もともとすごくぼーっとしてる人間ですよ。集中力があんまりなくて、なんかもうあーって、あー忘れた、あーってこれ、あーみたいな。だからもう母国だったらもう大変なことになるんですよ。本当に毎日のようになくしたり、それでなくしたものが大事、例えば携帯なんかなくしたらもう仕事とかも全部私の人生の半分ぐらい詰まってるから、はい。で、これやっぱりそのストレスを避ける一つの方法、うん、こういったものは、まあ、じゃあ忘れることをやめられないなら性格がそうだから、忘れても平気な場所にいた方がいいでしょ。はい、そうですね。ってなんかエピソードありますか？これなくしたけど帰ってきましたみたいな。めっちゃあります。あ、そうですか。うん、もう電車でカバン多分5回ぐらい忘れてますし。うっそ、すごい。一番よくあるあるのは、東京の電車だったら、まあ多分名古屋もそうなんですけど、なんか上の棚があるじゃないですか。あ、はいはい、もうあそこに置いたら大体終わりです、半分の場合はし。やばい、大体忘れて。やばい。で、そのもう東京だったら多分全線じゃないけど半分ぐらいの線で、そのなんかロスファウンドみたいな電話して、すいません、こういうカバンがなくしたんですけどみたいな、書店で扱ってますよみたいな。よかったね。そう、もう大体その手続き分かってますよ。え、私、うん、何もなくしたことないし、そういったところに電話したくて、なんか私は何もなくさない人なので使ったことないんですけど、なくさない、なくさない方がいいですね。で、この間一番最新なのはディズニーランド行った時、そのディズニーランドの近くにあるカフェのトイレに行って、そのまま携帯して、はい、その置いて、そう置きっぱなしにして、で、その時に戻って、ありますよって普通に言われたし、 あと何だろう、携帯は多分3回ぐらいどっか忘れたりしましたね。そう、必ずまだ そのところにあるか、それかそのロスト&フォンのところにあるか、すごい安心しますね。ありますね。あと1回駅のゴミ箱に携帯たまたま落として。やばい。やばいですね。なぜそうなったか分かんないんですけど、なんかもうカバンが開いてたから、なんかゴミ箱に何か捨てに行って、でカバンからなんか滑って落ちてみたいな。どこなんだろうって必死に思い出したら、やばい、多分そこぐらいしかないなって、その駅に電話して、その駅の店員さんがゴミ箱まで見てくれたんですよ。ありがたい。ちょっと
母国だったら多分電話してもごめんなさいゴミ箱なんですけど、え、何ふざけんなって言われそうです。そうですよね、本当に。でもいや、戻ってきました。そう、すごい、日本は素晴らしいです。はい、あと2つ目なのは、日本に生活するのは本当に平和で開放的です。例えばなんですか。例えば、先ほど言ったように私の性格にすごく合うんですけど、日本人って他人に迷惑かけられないように生きてるんですね。はい、で私にとってそれすごく大事、例えば、何をしてもどんなファッションをしても誰にも注意されないし、なんか言われることはないですね。あ、お好きにどうぞみたいな感じですね。そう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 、はい、私もそれが好きです。最初はちょっと無関心にも見えたんですけど、どうでもいいみたいな。だけどそうじゃなくて、私の母国はなんかちょっと変な洋服ってなんか例えばね、ちょっと派手な化粧して髪の毛なんか赤の色にしたら、はい、外に歩くだけで知らない人に言われることある。うーん、からなんか知らないおばちゃんにいきなり、あなたは恥ずかしくないのなんか特におばちゃんです。なんでこんなにスカート短いの、なんで髪の毛赤にしたの、ごめんなさいあなた誰。そう、日本だったらそういうのは全然もうなかったので、日本に来た頃は私ギャルだったんですよ。そうなんですね。あまりパッと見て分かんないけど、髪の毛も金髪だったりピンクだったり、もうなんか派手なメイクとかロリッタファッションとか、それもたっぷり楽しめました。あ、よかったですね。誰にも一言も言われたことないから、なんかすごい開放的なんだと思いました。最初日本に来た時、なんか日本はアニメみたいに、みんなそうかと思いました。はい、そういった外国人多いですよね。そうそうそう、髪の毛はアニメみたいに、じゃあ青とか緑とかピンクだったりするから、私はそんなことしてもみんなと一緒だなって思いました。みんなと一緒じゃないですね。だけど来て、やばい、めっちゃ目立ってるじゃん、みんな黒、何それって思いました。そうですね、アニメの世界だと思っちゃったら違いますね。でも、ここに原宿のあたりに来てちょっと納得しました。私原宿に住んだことあるので1年くらい、いいですね、竹下通りの下、いいですね。その時アニメの中の生活だったんですよ。だからそういったことができるのが日本だけかもしれないですね。そうですね、何も言われないし、平和、開放的、はい、みんなが自分らしく生きれるということはいいですよね。次の離れられない理由は何ですか。はい、日本に自分にとって住みやすい環境を作ったからです。これはですね、まず私日本に来た時が20歳でした。はい、20歳だったので、社会人としての経験、専門学校卒業して仕事してみたいな、日本にしかないです。なので母国に帰った時に、私ロシア人だけど外国人みたい。もう簡単なものすらわからない。これどうすればいい、どこに行けばいい、このお金をもらえにどうすればいいとか、お母さんに聞いて、どういうこと、あなた外人なのって。外人ですよ。そうだよそうだよ、だって知らないもん。はい、でその何に関してももうそうなんですけど、例えば仕事の場面とか、はい、1年ぐらい帰って、またロシアでちょっとバイトとかしてた、仕事してた時期があったんですけど。あ、そうなんですね。1年だけ帰ってたんですね。はい、でその時に、これなんかすごい 変だなと思って、その時に変に感じたけど、要は日本の慣れた環境と違うから、なんかすごい辛かったです。この日本でしか仕事したことないので、今最近なんかドイツとかとプロジェクトがあったりして、なんか私やっぱりドイツ人じゃないなと気づき始めましたよ。私もなんか日本人の仕事仕方と違うなとは思ってるんですけど、やっぱりドイツ人との仕事仕方も違います。だからちょうどその間に入ってるから、どっちも合わないという感じで、結構大変ですよ。でも逆になんか駆け橋になりそうだから、なんかいいですね。で何でもそうなんですけど、なんか例えばね、母国に帰ると思わずに人にありがとうございますと言って、なんかこうやって辞儀してる。しますね。どうしたの、なんか頭おかしい、そうなんで動いてるの、どこしたのって。なんか店員さんにもなんかすごいびっくりされる。大丈夫ですかお客さんみたいな。
そう、誰でそういうめちゃくちゃシンプルなものだけど、これやっぱり日本から一旦離れないと気づかないようなもの、はい、っていうのは多いですよ。はい、ありますね。環境、なんか住む環境、仕事環境とかもそうだし、あとそのライフスタイルも本当になんか日本に当てはめてるので、もう海外に行ったら、まあ、もちろんやり直そうと思えばやり直せるかもしれないけど、はい、同じぐらいもう長年かかっちゃうの で、 そうです、ね、今からあんまりやり直したくないですね。ここの生活に慣れすぎて海外に行ったら、あ、やっぱりなんか日本人のような生活をしてるみたいな感じを気づき始めますね、うん、はい、もう一つ理由ありましたよね。はい、であと最後にしたのは暖かい海って書いてあるけど、暖かい海、あ、いいもう沖縄だからもうそう羨ましい、うん、めちゃめちゃ羨ましい、マリアさんが沖縄に住んでます。はい、で今こうやって、まあ、ちょっと一時的に時を来てるんですけど、私日本に来てずっと関東だったんですよ。東京とか横浜とか、はい、埼玉とかちょっとだけ名古屋に住んでて、はい、どちらかというと海に近くないところだった、はい、で今までも、まあ、生まれたところも海がないので、あんまりその海の魅力は気づかなかったんですけど、はい、ちょこちょこ沖縄に行くようになって、最初は遊び旅行で、え、海の存在ってもう本当になんかチャーミングですよ、魅力的、もう本当になんか誘われるんだよ、海にまた来いまた来いみたいなそうで結局今年移住して、はい、で今は何かストレスがあったら海行く、あ、行くんですか、うん、行きますね、入るんですか、帰りますし泳ぎますし、私はまあロシア人だから1月でも普通に泳ぎます。え、1月結構寒いイメージなんですけど、まあ、沖縄の人は入らないですね沖縄の人はだいたい6月、はい、7月から入りますけど、はい、1月でも全然平気、うん、1月ね、1年中入るんですね。なんか、あ、フレッシュって感じフレッシュ、はい、起きますって感じ、まあ、なんか海の存在、本当に自分の中でかくなりました。うん、島国だなということは、その東京とか名古屋に海を面してる町に住んでてもあんまり感じないんですよね、うん、なんか、まあ、時はでもそういう、まあ、でもあったりするけど全然違います、ね、島とか、あ、そこら辺、はい、そうそうそう、でも色とかも違いますし、やっぱり、ね、違います、沖縄はいいなって今住んでるところは海からどれぐらい離れてますか。歩いて10分、いいなお、次のコラボはマリアさんの家の近くにやりますか。沖縄来た時にまたやりましょう、対面でお願いします。もう本当に羨ましいです。だったらもう名古屋が大好きだけど、名古屋は沖縄のような海があればベストです、まあ、沖縄は別荘とか作ればいいんじゃないですか。あ、いいですね。皆さんたくさんチャンネル登録お願いしま す。お願いします。別荘作れないんですよそう、ここでこの動画を終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。マリアランドの方のチャンネルも登録お願いします。お願いします。概要欄に載せておきますので、そこでチェックしてみてください。マリアさん本当にありがとうございました。今日は楽しかったです。ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバイ。